今回のタイトルは、リップル XRP 米国でリップル決済 ODL サービスを提供可能にです。ぜひ最後までお付き合いください。リップルは米国での XRP 販売に米国拠点の取引所アップホールドを活用することで、リップル決済 QODL サービスを米国で提供する準備を進めている可能性があります。暗号通貨の YouTube チャンネルであるデジタルアセッツデイリーのホストは、最近の投稿でこの戦術に注意を呼びかけました。彼の発言は、リップルとアップホールドとの最近の提携が米国でのリップル決済の売上に関するジレンマを解決することを目的としているとほのめかした XRP コミュニティメンバーからのコメントに基づいています。リップルとアップホールドの提携。最近のリップルとアップホールドの戦略的提携により、リップルは30の取引会場を誇るアップホールドの取引インフラを利用して国境を越えた決済サービスを強化することになります。この提携に関する報道は XRP コミュニティで適度な興奮を引き起こしましたが、一部のコミュニティメンバーはその影響の重大さを理解していませんでした。今回のコメントは、戦略的提携がいかに重要であるかを強調することを目的としています。リップル ODL 売上高で米国を免除。特にリップルペイメントサービス Q オンデマンドリクイディティは、リップルが70市場にわたる決済ネットワークを備えて55カ国以上にこれらのサービスを提供しているにもかかわらず、米国では稼働していません。一方、リップル対 SEC 訴訟に関する7月13日の判決を受けて、 XRP コミュニティの著名人であるレオニダス氏は、裁判所の判決が ODL 証券を含む販売とみなされるかどうかを尋ねました。裁判所は、リップル社の過去の機関投資家への XRP 販売が証券法に違反していると宣言したことを思い出してください。レオニダス氏の質問に答えて、リップル社の最高技術責任者 CTO デイビッド・シュワルツ氏は、リップル社がまだ検討中であると明らかにしました。同氏は、同社が現在米国で ODL 販売を提供していないことを指摘しましたが、希望すればリップルは引き続き米国で ODL 販売を提供できますが、XRP はリップル自体ではなく別のソースから供給されることになると強調しました。ジレンマの解決策。デジタルアセッツデイリーのホストによる最新のコメントは、リップル社が現在米国での ODL 販売のために XRP を調達する手段としてアップホールドを利用しようとしていると強調しています。この手法を使用することで、同社は米国ベースの ODL 販売に対する潜在的な規制措置を回避できます。特に ODL リップル決済では暗号資産取引所が重要な役割を果たしています。これらの取引所は XRP 通常はリップルからを購入し、 ODL サービスを使用する金融機関に XRP トークンを販売します。これらの金融機関は、ある法定通貨を別の法定通貨に変換するためのブリッジ通貨として XRP を利用します。リップルとアップホールドの提携の結果、アップホールドはこれらの取引所の一つとして機能することになります。このプラットフォームは、米国の機関が関与する ODL 取引に XRP の流動性を提供します。ただし、ここでの大きな違いは、アップホールドがリップルから XRP トークンを購入しないことです。アップホールドはこの発表に対する最近のフォローアップ投稿でこれを認めました。 XRP コミュニティの著名人は、アップホールドがこの流動性を提供するために顧客の XRP トークンを使用するかどうかを尋ねました。アップホールドは現在顧客の残高を反映して12億7000万ドル相当の XRP を保有しています。しかし、アップホールドはその返答の中で、流動性を提供するために顧客の XRP 保有を利用するつもりはないと強調しました。同プラットフォームは、こうした ODL の販売を促進するために公開市場で XRP やその他の資産を購入する予定であると述べました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。